だよ。わあ、楽しみ。本当におすすめで、ね、いつも泉ってこんなに時間ないのに。ダメ。ダメ。ダメよ。はい、おはようございます。今日は私のライブに行くので、ゲットレディ泉、その様子のゲットレディ泉を撮っていきますが、あまりにも時間がないので、急ピッチに変えていきます。スキンケア完璧、これ本当におすすめ。ベースメイクよりも大事、スキンケア。昨日の夜にこのナンバーズインの5番の黄色の大丈夫パックをしてやるね。で朝これをしました。それはあの朝の方がおすすめです。化粧の色がねだいぶ変わってくるので、普段はこんなにゴリゴリマッサージしないんですけど、時間がないのでめっちゃ痛い。もう昨日のラーメンのせいや、顔がなんか食べ物でさ顔あんまむくむとかなかったんけど、うん、この年になってめっちゃ感じる、うんうん、昨日 その夜食べたもので、寝て起きたら俺めっちゃいつもむくんでるよね。むくんでる。何食べても寝方じゃない、うつ伏せで寝てる上。あ、確かにたまにこの辺うつ伏せで寝てるけど、まあ、ゆうきくんの寝方はさておき安定の、うん、うん、今日の美味しい。バナナ食べたらむくみ取れる。ではやっていきます。はい、カラコンはオーレンジのリアルリングブラウンですね。あの普通のカラコンたちとじゃ視力が悪いのでこれでちょっと上げてます。あと花粉の季節なので最近出かけるときはカラコンです。ワンデーなので使い捨てを使います。あ、耳は今これゴムをしててむくみを取ろうと頑張ってます。こちらはエノオーガニックのトーンアップ UV プロテクターですね。ちょっと紫外線も気になるので顔はこちらを。あ、こういうのってな焦ると多分よくないからゆっくりやろ。でもそれってもう壊れちゃったな。で今年花粉症ないんですけど、私なぜか全然なんか鼻むずむずぐらいでなんですけど、今日の朝鼻血が出てしまってロス。あとなんか鼻の下がずっと赤いの1ヶ月以上ここしかもずっと荒れてるねん。しかもめっちゃ痒いねここだけ。皮膚科に行こうと思います。そしてファンデーションを塗ります。こちらベトナムのファンデーションです。はぁ、楽しみ。もしかしたら人生で最後かもしれない今日会うの。二度と当たらんかもしれない。これからもうもっともっと爆発的な人気になったらさ、聞いてる？誰？これ。ストーンズ？あ、そう。俺は、俺にはいるよ。押し続ければ会える。2年、3年は会えへん。そう、2、3年。だから来年は多分当たんないんで、もう最後かもしれなくて。でも大阪公演も行ったんですよ、実は。2月だっけあれ。2月の中旬ぐらいに行ったんですけど、それは自分名義で、今回は一緒に行くてかストーンズを好きになったきっかけを作ってくれた女の子と行きます。東京ドーム初日です。熊を隠します。コナン&ビーのファンシーラーを使って。ありがとうございます。マジですごいよね、ほんまにナンバーズインのパックすごい。あれを使って寝るだけで、朝パッドのトナーするだけで気がなくなる。これでちっちゃいこの汚いけどベージュの方でニキビ跡。これなんだよ、ずっとね、こうやって隠しとくために置いておきます。で、ちょっとあの持ち運び用とは別であるんですけど、前買ってたこれもう何回拭いても溢れてくるので家で使ってるんですけど、こちらを私はいつもここに塗りますね。でもスポンジは洗面所に忘れてきたので、何が何でも間に合わせなあかんねんけど、
で、このニキビのところは軽く動かします。あの縁だけね、ぼかして。わあ、化粧の色が良い良い。全然寝不足っていうか、寝の底ってのに粉のファンデーション、私試行品なんですけど、これをブラシで取って、あの周りというか馴染ませます。そしたらマジ消えるんですよ、うん、凹凸のニキビは仕方がないんですけど、この跡だけなら OK。 はい、じゃあベースメイクはほぼ完成なので、最後にゲランのパウダーを、これ本当におすすめで、さわちゃんにもあげました。なんかでもリニューアルしたのかな、なんかパッケージが変わって、これはクリスマス限定のやつなんですけど、見てこの綺麗なお肌、めっちゃ肌綺麗になったよな、あれに。あ、ハイライト忘れとった、後ででいいや。ほんまに今日も可愛いね。今日も今日も今日もゆっちゃん可愛いって言ってくれるもん、言わせてるけど。最近眉毛手入れするときちょっとミスってハゲてるんだけど。次眉毛です。眉毛はブラシでこの流れを整えて、ケイトのこのアイブロウパウダー、眉ブロウパウダーとかハゲてるところを埋めます。あと眉毛のこの眉尻っていうのこの形を整える。痛いよ。何やろ。何やろ、分からん。はい。ママいい。パパ。まだ後で来るって。後で来るんだ。眉毛 OK。そしてこの先のケイトのやつで、この絵を描いていきます。もうすぐ来るよ。友達じゃないよ、佐川さんだよ。大和さんかもしれない。すごい。よし、順調順調。で、まあ、涙袋にこのあのベージュのマットのベージュ、地味にラメ入ってるよこれ。最近はね、涙袋はこういう感じでマットのベージュを塗って、白に近いマット。できた。もうこれの衣装を使うためだけにこれを持ち運んでます。はい、次こちら MAC のプライマーベースアイシャドウの、これをちょっと出かけるときはもったいないからつけないんですけど、今日は1日コースなので、ね、はい、次ゲランのアイパレット、これはインスタに載せてるメイクなんですけど、濃い茶色、濃いブラウンで目尻を、あー、ミスった、ミスった、まあいいです。気持ち跳ね上げときます。今日は気分も跳ね上がってるので、なんか今日あかんない。あ、来た、なんかが来た。で、薄い方のブラウンを目頭のこの方になりますね。はい。というか別に推しのライブだからってメイク方法は変わらないです。今思った、マジで楽しみやな。なんか2月に大阪行ったんですけど、ほんまに男の人を見て初めて泣きそうになった。あれ、泉田やった？ママにどうぞしなくていいよ、置いといて。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。すいません、ありがとう。OK、 ちょっとピンク味を足しました。次ボビーブラウンのこの大粒のラメラメちゃんで、これもめっちゃ何に使ってるんで、使ってるんですけど、
まぶたのチリかな。乗せていきます。痛いね、それはね。尻もちついちゃったね。そして細いカットブラシでまぶたの下の方にラメをのせる。最近はね、このメイク、これほぼ毎日メイク、毎日メイク兼ゲットリリーズミ。ほんまに時間ない。待って、えらいんすよ。気分的に今日はキリの分析しよう。久しぶりだね。今日ライブ、今日ライブ、バカチ今日ライブだよ。さっきどうやろう。まつげはビューラーなしでも玉木さんがパリジェーヌで上げてくれてるので、あ、すっごい嫌だこれ、めっちゃ見えてた。ビューラーはないんですけど、とにかく持ちがいいし、お店ねリニューアルして、前のお店も可愛かったんだけど、より可愛くなったのよ、空間が。でなんかネイルはねなかったんだけど、今回もネイルしてもらってないんだけど、リニューアルしたお店ネイルもやってて、ネイルサロン東京の方で表参道なんですけど、アップルから近いかな。迷われてる方ぜひ行ってみてください。はい、できた。次ラストはチークを塗ります。今日はね、もう行くポーチでにしたので、中身をこのメタボスのピンクのチーク、これ何番だろう、ヌードベージュっていうやつで、最近上目に塗るんですけど、上目に広く塗るんですけど、こんな感じで、でなんか鼻先にも塗りますね、酔っ払ってるみたいな、ポテッテメイクできた。じゃあ髪を巻くためにしましょうはい、着替えてヘアオイルを塗って歯磨きをしてきました。今日のリップはディオールのローズウッドルーズ。ママかわいい、ローズウッドローズです。ちょっとちょっとちょっと、カメラだよ、カメラだよ、かわいい、バイはい、では巻いていきます。いつもディファを使うんですけど、巻くとき、なんか最近癖が出てきて、来月宿毛を当てに行くんですけど、癖が出てきちゃったので、ストレートがついてるやつで前髪をね、先にねするんですけど、ちょっとそれでディファにするんですけど、時間がないので、もうこれ1本なんで、いつも泉ってこんなに時間ないの、朝とか。ストーンズなんで好きになったんですかってよく聞かれるんですけど、きっかけね、最初私脱退する前のキンプリが好きだったんですね。なんだけど、で周りにジャニーズ好きな子なんて、まあ私が好きって言ってないからか、いなくって。ううん、ガッちゃんいなくって、遊んどいて、お手伝い、ダメ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 、今パパ包丁を使ってる、ダメダメ、なんでダメなの、パパがダメ。マメ。ガッちゃんダメってマメって言うんですよ。めっちゃ真剣な顔でマメ。ガッちゃんマメ？マメだな。泣いてんの。近くにおらしてあげて、おったらいいやん、ガッちゃんパパの。ガッちゃんいつダメ？いつ？南京マメ？そうで、キンプリだったんですけど、でライブ行きたいなってなって、で、まあ、親しい友達にそのキンプリかなんかをあげてたら、その今日一緒に行く子が「え、海がジャニーズ好きな」みたいなやってくれて、その子はストーンズが好きだったんです。でも3年ぐらい
言ってたのかな、それすらも知らなくて、ジャニーズ興味なかったからね、当時は。で、じゃあスト行くから、ストのライブ一緒に行こうってなって、あったら。で、じゃあキンプリ一緒に行こうとか言ってたら、ストーンズのライブがちょうど発表されたのかな。で、キンプリが脱退が発表されて、私は泣き泣きの日々。で、その時に、ストーンズが、グッドラックっていう歌を出したんですけど、めっちゃいい歌で、なんか元気にさせてもらったのよ。単純です、私って。しかもなんか、ストーンズって面白いのよ、めちゃくちゃ。まあ、キンプリも面白いんだけど、まず違った面白さ。でも、キンプリはね、5人じゃなくなっちゃったから、まあ仕方がない。私たちの人間を言うのが仕方がないんですけど。バナナ。バナナいいよ。バナナいる？バナナむしろ食べて、いっぱい。よいしょ、ちょっと待って。バナナ。まっちゃん、あれはバナナって合ってんねんな。そうで、ストーンズの去年の感性の法則かなは、なんか、ちょっと舐めてて、ごめん、ほんまに。バカにしてたわけじゃないんですよ。なんだけど、絶対当たると思ってたら、なんか2人とも落ちて、いけなかったのよ。なんで、今回のバイブスは初めてのストーンズの、だからジャニーズ自体初めて。だから泉がジャニーズにハマるなんて本当に思ってなかった。人生で。っていう人多いですね、ストーンズ好きな人で。なんでそんな推しに会いに行く。もういっか、これで。本当はもっとマキマキしたかったんだけどな。今年は美肌女子じゃなくて、美白女子になりたい。日焼け止めは必ず。日傘も買っちゃったけど、今回はね、荷物になりたくないんで置いていきます。あ、待って、ほんでこれ入れなあかんのや。あ、そういう時にあれか、シーンで買ったシリコンの、もうあっちあっちでさ、ホテルチェックアウトの時間に間に合わないって時もこれがあれば OK で、アクセをつけます。今日はなんとなくディオールの久しぶりに着ける。あ、でも私新幹線でさ、私さヘッドホンするんだよね。なんでこれ後でつけようかな。これは前に紹介したピンキリング。ポンキリング OK できた。バナナまだね、食べる。行ってきます。うちは皮食べた、もしかして。